この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。どうぞ、中に入って。すごい。お邪魔します。失礼する。さすがタワマン。部屋が広いだけじゃなく、窓もむやみやたらにでかい。当然ながら34階から見下ろす景色は、家みたいな一軒家の2階からの景色とは全く違う。なるほど、これがセレブの景色というやつか。なるほど、すでに仮想を見下し始めている。実際に住んでいるわけでもないのに、すでにここまでの効果があるだなんて、恐るべしタワマン。いや、別に見下してるわけじゃなくてだな。こういう高い場所にいるとついつい浸ってみたくなるというか。いや、タワマンの話はもういい。そうだった、僕としたことが。わかってる。今さらごまかすつもりはないわ。でも本題に入る前に改めて、私はカクワシュトリア。こことは異なる世界で生まれた魔族。ネーベ大陸の北東部に位置するスネーブ国の大名女よ。カクワと呼んでくれて構わないわ。谷風リクです。ただの学生で、肩書きとかは特にない。僕は白雪ノアだ。天から下された使命を果たすため、彼のもとに使わされた天使だ。リクにノア、そう呼んでも構わないかしら。別に構わないよ。ありがとう。それにしても、この国の人みたいな名前なのね。そういうものなの、天使って。いや、本来なら僕に名前はない。白雪ノアはこちらに来てからつけてもらった僕の大切な名前だ。即席で考えた名前だが、ことのほか気に入ってくれていたらしい。上機嫌な姿を見ていると俺もちょっと嬉しくなる。気に入ってもらえてよかった。へえ、いいわね、そういうの。私も考えてみようかしら、こっちの世界に合わせた名前。ああ、ごめんなさい、話がずれたわね。昨日のことなんだけど。ああ、まず先に三国さん、昨日のあの子だけど、今朝連絡を取ってみた。なんていうか、後遺症みたいなものはなさそうだ。そう、それならよかった。安心したわ。こっちの世界の人は魔法を活用していない。その分、マナに対する耐性も低い可能性がある。一応それも考慮して、慎重に魔法を焼いたつもりだけど、それでも安心したわ。ありがとう。いや、それよりも、昨日思って言ってたけど、マナっていうのは？話の流れから魔法に関係してるってことはなんとなくわかるけど。マナは生き物が宿す根源的な力だ。根源的、なんとなくならわかるような、やっぱりよくわからんような。生物が生きていくための力であり、使いこなせば魔法という現象を引き起こすこともできる。魔法という技術がある私たちの世界においては、
マナは一種のエネルギー資源かしらね。僕が言う魔王の力というのもマナの塊のことだよ。生き物が宿す力なら普通の人にもマナは宿っているのか？異世界人じゃなくても？一応ね。こちらの世界で人はマナを活用することなく暮らしてきた。そのただし、バックログ画面よ。一応ね。こちらの世界で人はマナを活用することなく暮らしてきた。その分、宿すマナの量はさほどではない。ただし、君は別だ。あなたに宿っているマナは、私たちと比較しても突出している。並び立つ者がいないほどに。世界を渡ってでも、その力を欲する者がいるくらいにはね。君は昨日、守るためと言っていたね。ええ、そうよ。もうちょっと詳しい話を一から教えてほしいんだが。そうね。ならまず、私たちの世界。あなたからすれば、異世界について説明をしましょうか。異世界といえど、全く違うわけではないらしい。海があり、大陸があり、空がある。先ほど言ったネーブ大陸はかなり大きな大陸らしい。その北東部に位置するスネーウ国。それがシュトリアさんたちの国だ。ダメだ、カタカナが多すぎてもうおじさんダメになってきた。以前に一度シュトリアさんの声を聞いた時に見たあの光景で間違いはなさそうだ。統治は代々魔族が行ってきたらしい。魔族が統治している国は、ネーベ大陸にはスネーウ国のみ。大半の魔族はスネーウ国の国民ではあるが、人族を拒絶しているわけではない。国民の中には人族も混じっており、一種の 多種族国家だそうだ。領土に平地は少なく山が多い。だが山からは有用な、鉱物や金属が、採掘できる。今はそれらの輸出と魔族の魔法技術の研究開発によって国が成り立っているそうだ。例えばあの狐のような面、認識を阻害するような魔法は制御が難しいらしく、誰でも簡単に使えるわけではない。だが道具に付与することで、魔法の制御が苦手なものでも行使できるようになるらしい。それだけじゃない。難しい魔法であるほど制御するには、集中力が必要になるが、付与された道具を用いればそこも楽になる。他のことに意識を向けることもできるし、気軽に使うこともできるわけだ。シュトリアさんの場合は後者だ。マナやら魔法やらがある世界において必要不可欠な技術なのだろう。にしても話を聞いている限りでは魔王魔族って言っても魔界からの侵略とかではないらしい。はあ。異世界には魔族と人族が存在しているのか？地球だと民族に違いはあってもみんな人間だ。だがシュトリアさんとルバクさんの間には、見ただけでわかるような肉体的な差がある。どちらかが異なる世界から移ってきたと言われているわね。だから体にも大きな差があるってことか。親が子供を寝かしつける時の寝物語みたいなものだけどね。ただこうして実際に世界を渡ることもできるんだから、全くありえないわけではないんでしょうけど。異世界から移り住んだという言い伝えであったり、見た目の違いであったり、魔族と人間の間には元から確執があったようだが、ある時大きな争いにまで発展。戦火は拡大し、複数の国を巻き込む大戦にまでなったそうだ。あらま。
そんな中でスネウ、国の王座に就いたのが俺の前世魔王アリオン。魔王はその強大無慈悲、無比な強大無比な力で戦い続けた。在位したのは10年弱。そのほとんどを前線で戦い、そして戦いの中で死去した。ああ。尋常ならざる力を持つ魔王アリオンの名は、今もネーベ大陸の人々の中で力と恐怖の象徴として恐れられているそうだ。魔王の最後は戦乙女に撃たれたそうよ。あらま。戦乙女？バルキ的な？そう呼ばれている人族の女性なんだけど、詳しいことは伝えられていないのよ。戦乱の中に突如現れ、魔王を討ち取った。人族にとっては一種の英雄ね。出自不明、経歴不明、突如戦場に現れた謎だらけの女性。人族の中では突出したマナを持ち、その力は魔族に匹敵、もしくは上回っていたと言われているわ。彼女はその力で魔族たちと戦い、ついには魔王を討ち取った。そして姿を消した。消したっていうのは？そのままの意味よ。称賛も名声も得ることなく、彼女は姿を消した。とはいえ、魔王を討ち取ったことは人族を中心に伝え広められていく。それでつけられた呼び名が戦乙女か。なんというか、ちょっと仰々しい感じがするね。戦乙女だなんて。結出した力を宿した人族が突然降って湧いたように現れたんだもの。出自の不透明な部分もあって偶像化されていった。争いを終わらせるため天から使われた勇者とすら言われたりもした。それくらい奇跡的な存在なのよ。なるほど。それで結局魔王が戦乙女に撃たれて魔族が負けて争いは終わったのか？そうね。細かく言えばもうちょっといろいろあったんだけど、歴史の授業というわけでもないし、今はその解釈で問題ないと思うわ。魔王は撃たれ、争いが終わったのが50年以上も前のことよ。ところが半年ほど前かしら、ある日奇妙なマナが察知された。出た、半年前。世界中で観測されるほどの強力なマナ。何より混乱したのは死んだはずの魔王アリオンの気配だったから。死者のマナが観測される事態に誰もが驚き、原因の特定が急がれる中で一人の指揮者が言ったわ。これは異なる階からの影響を受けているのではないかとね。異なる階からの影響、異なる階に影響を与えるって相当やと思うけどな。だって異なる階に影響を与えるというのであれば、その異世界側の戦争が現実世界に何かしらの影響を与えとったって話になるわけやろ。でもそんなことはなんかね、話題にも出さんわけやにか。つまりそういうことなんかな。異世界で魔王が生きていた？そんな推論から調査は進み、魔王が生まれ変わった可能性が示唆された。
魔王が生きていたわけじゃないっていうのは分かってるんだろう。なのになんでわざわざ異世界から日本に来るんだ。さっきも言った通り、マナはエネルギーなの。有用かつ巨大なエネルギー資源が異世界には手つかずで放置されている。その扱いに関して決まりも前例もない。どんな方法で手に入れたところで非難されるいわれもない。日本にも、いや地球上のどの国でも、異世界人に関する法律なんてない。エネルギーを手に入れるためには非人道的なことすら行われる可能性も。つまり三国さんを操って魔王の力を奪おうとしたのか。状況から考えるとそうなんじゃないかしら。あの子の体にマナという資源を宿そうとした。なんだか回りくどいな。俺が言うのもなんだけど、目的から考えればあなたを直接さらうのが手っ取り早いかもしれない。でも当然危険もある。もしあなたが魔王の力を思い通りに使えるとしたら、返り討ちにされてしまうもの。つまり今回は小手調べみたいなもんで俺を試したってことか。他にも理由があるとすれば、そもそも直接襲うことができなかった。世界を渡ることは決して容易ではない。膨大なマナと緻密な制御が必要になるのよ。簡単に行えるなら異世界人が次から次に送り込まれてもっと大騒動になっていたでしょうね。つまり、三国さんを操った犯人はまだ異世界にいる？そんなこと可能なのか？異なる階から魔法を行使するのも簡単ではないわ。やはり緻密な制御が必要になる。でも実際に渡るよりは簡単だし、私もあっちからあなたに干渉したことがあるわ。もしかしたら私の声が聞こえたりしたんじゃない？声？そんなの、あ、もしかして変な声を聞いたことがある。見つけた、間違いないって声が。あれってシュトリアさんの声だったのか。昨日あなたの目の前に転移したのは偶然じゃない。ちゃんと魔王の生まれ変わりのいる場所を把握、目印にして世界を渡ってきたのよ。転移先がランダムだと、上空1000メートルとか、深海1万メートルとかに転移することもあるだろう。ま、それは極端な例だとしても、日本で暮らす俺を探しているのに海外に転移することは十分に考えられる。そうか。昨日僕が感じた不思議な気配はおそらく魔法の気配だ。それってつまり、アマネが前世帰りしたのはその魔法の気配のせいとか。可能性はあるだろうね。つまりシュトリアさんが原因？一つのきっかけではあったかもしれないね。だが近くに魔王のマナがあることも大きな要因だったとは思う。ああ、そうか。それに仮にシュトリアさんが接触してこなかったとしてもだ、魔王の力を狙っているやつがいるんだから似たような事態に、もしかしたらもっとひどい事態になってたかもしれない。こんな風に回りくどい方法を取ったのはこれが限界だったのか。
まだ様子見をしている段階か。でも実際に三国さんは、人を操るにもいろいろとあるのよ。本能的に忌避するようなことをさせるには、それなりに強力な暗示を行う必要がある。例えば殺人とか。ええ、でも誰かを好きだと思い込ませる程度ならそこまで難しくはないわ。そういう気持ちになる可能性は誰にだってあるんだから。洗脳ではなく、ちょっとした誘導で済む。もしかしてまた三国さんに接触してくる可能性があったり。成果の確認ならあるでしょうね。ただもう一度彼女を利用することはないんじゃないかしら。まあそうか、三国さんはすでに失敗してるしな。とはいえ放置はできないと思うんだが。ええ、だから彼女にはちょっとした魔法を施しておいた。魔法ってどんな？簡単に言うなら魔法に対する防壁のようなものかしら。もしまたあの子を魔法で操ろうとしても、相手の思い通りにはいかないわ。そうか、それなら安心なのかも。とはいえ完全に俺が三国さんを巻き込んだってことか。あの時本当に誘惑に乗らなくてよかった。俺にもう少し度胸というか、刹那的な快楽を追い求めるようなことがあれば大変なことになっていた。そやね、だから三国さんとセックスして生流れやられるやろ。生流れセックスして、でその後三国さんはさらわれることになるわけや、あっちの世界に。で、子種マシーンとして向こうでなんかね、捕らえられるわけやろ。大変だ。僕からも一ついいかな。どうぞ。そもそも君たちが魔王の力を手に入れようとしている可能性は全然あるやろ。そこは私の言葉を信じてもらうしかない。さっきも言ったはずよね、魔王は恐れられていたの。そんな力を持って帰ったら戦いの火種になることは目に見えてる。ネーベ大陸は今比較的落ち着いている状態にある。このバランスを保ちたいと考える国も多い。私の国もそう。争いが終わって復興を遂げ、やっと平穏に暮らせるようになったんだから。君は君の世界の安寧を守りたいと。ええ、そう思ってくれて構わないわ。無言の二人の間の空気がピリッとひりつく。だがそれも一瞬だけだ。わかった、その言葉を信じよう。ありがとう、よかった。昨日の様子だと信じてもらえないかと。それについては誠に申し訳ない。嫌味を言ったつもりではないのよ、ごめんなさい。ああ、お茶もまだ出していなかったわね。オリエ？はい。お茶の準備に随分かかってるみたいだけど、何か問題でもあった？申し訳ありません。遅くなりました。IH という道具がどうにも扱いづらく。というよりも、この世界の道具は全般的に苦手です。マナも使わずに何がどうなったら湯が湧くのか。とりあえずスイッチを押すだけでしょうに。まあいいわ、どうぞ。ああ、よければ一緒に
お茶菓子も